国際大会で阪神のピッチャー歌いがち。どうもございます。はい、今日はね、まあ、2対9と、大敗をね、喫したわけなんですけど、まあ、決勝マッチなんでね、はい、まあ、そんな負けたことに関しては、とやかく言うつもりはないんですけど、まあそうですね、伊藤将司投手はね、珍しく、チーニングで大量失点ということで、まあ2回の表にね、6失点ということで、はい、まあ本人的にはね、スライダーを結構なんか試したりとかしてて、まあしっかりね、調整のために使ってくれてたみたいなんで、まあ、まあ、仕方ないっていうか、まあなんだろう、後半戦でどれだけスライダーを実践的に使えるかとか、まあそういうところもね、試しながらのピッチングで、まあ6点取られたということなんで、後半戦のね、ためになるなら、いいんじゃないですか。はい。なんですけど、ちょっとね、やっぱ気になった点が一個ありまして。まあ、荻野選手のね、犠牲フライで、ランナーなしになって、藤原選手にね、ホームランを浴びて、まあ、4点ね、取られて、2アウトランナーなしと、なったところからね、また満塁になって、安田選手に2点タイムリー浴びたっていうところがあって、まあ、そこがね、ちょっとね、個人的にはちょっと気になったかなと。はい。まあ、いくらね、ちょっと調整のところとはいえね、4点取られた後に、2アウトランナーなしから、またファーボール、ヒット、ファーボールという感じでね、満塁にしてしまったのはね、ちょっと、エキシビションとはいえ、ちょっと違うかなという感じですね。まあ、4点でね、ちょっと切り抜けて欲しかったですね。まあ、あとはね、阪神打線は、もう、二木投手とかにね、抑えられたりとかして、結果的に、まあ、9回にね、ノーアウト満塁のチャンスを、まあ、作って2点ね、まあ、入れて、はい、まあ、2点入れるっていうか、まあ、あれは、ダブルプレーの間にね、1点入れたのと、あと、冒頭か、あれでね、1点入っただけなんで、タイムリーがないんでね、なんとも言えないですね、今日はもう。あ、この選手がすごかったとか、そういうのがね、今日はなんもないですね。ヒットもね、みんな、そんな、はい、めちゃくちゃ打ってる選手はまあ、いなかったんで、まあ、そうですね、ピッチャーで言うと、まあ、今日もね、石井正樹投手が、しっかりね、投げてくれて、湯浅投手を残したランナーを返してしまったんですけど、まあ、そっからね、繋がれずに、抑えてくれたんで、まあ、もともとね、その左の変則ピッチャーということで、まあ一軍でね、今シーズン使われるとしたらワンポイントかなと、僕は結構思ってるんで、あと左打者専用。まあこのね、2点かなと思ってるんで、まあ、その後ね、繋がれなかったなら、それでいいのかなと、はい、思います。まあそうですね、あとはまあ岩田選手もね、今日リリーフで投げてくれたし、まあ後半戦にね、向けてやっぱりその左のね、リリーフピッチャー、どんどんね、活躍してほしいんで、及川選手がね、ちょっと先発に行ってしまうんで、まあ岩田選手もね、もう一花、やっぱりね、咲かせてほしいです。もう一回ね、活躍してる姿見たいですね。はい、それぐらいかな。はい、まあ、今日はね、侍ジャパン、東京オリンピックね、そっちの方も動画上げてるんで、そっちをね、見てみてください。はい、それでは今回ね、この辺の動画を終了したいと思います。この動画を見てくれた方は、ぜひ、高評価と、チャンネル登録よろしくお願いします。それではご視聴いただき、ありがとうございました。